アンティオキア後為戦は、第1回十字軍の主要な工場戦の一つ。1997年10月から1998年6月まで、シリア地方の重要都市アンティオキアを舞台に戦われた。第1段階は、十字軍が都市を守る、セルジュク長系のトゥルク人などムスリムに対して行った、工場戦で、1997年10月21日に、 始まり1 9 9 8年6月2日に都市が、陥落して終了した。第2段階は、アンティオキアを制圧した十字軍に対し救援に、駆けつけたムスリム軍が行った、工場戦で、1 9 9 8年6月7日に始まり6月28日に十字軍が、場外で、ムスリム軍を破り終了した。アンティオキアはかつて、セレウコス朝及び、ローマ帝国の下で、 当地中海随一の大都会として繁栄した町であり、中世には、ウマイヤ町と、東ローマ帝国が争奪する前線の都市となって、後輩に向かったものの、6世紀の皇帝ユスティニアヌス一世が、築いて、以来の難攻不落の城壁で知られる、重要都市であった。城郭都市は、西は、オロンテス川に面し、南は、急な谷間に守られ、東は、 ハビーブン・ナジャルさんの頂にまで城壁が登っており、山頂には城塞を構えているという、攻めるに固く守るに安い構造であった。1085年には、セルジューク長がアンティオキアを東ローマ帝国から奪った。この時は、内部からの裏切りによって入城に成功したため、再建強化されたばかりの城壁は、無傷のままであった。 1088年以来アンティオキアの統治に当たっていたのはヤギシアーンという人物であった。ヤギシアーンは1097年の春から夏にかけてアナトリア半島を進んできた十字軍に注目していたシリア地方の数少ない領主で近隣のセルジューク系ムスリム政権に救援を呼びかけたがどこからも返事がなかった。有力な勢力には ダマスカスのシリアセルジューク長の王、ドゥカークと、ドゥカークとは、仲の悪い兄弟であり、シリアセルジューク長を分裂させて戦っているアレッポの王、リドワーンがあったが、彼らは決して共闘しようとはしなかった。十字軍を迎え撃つにあたって、ヤギシアーンは、市内に多数住むキリスト教徒が十字軍に呼応するのを、恐れ、正教会のアンティオキア総主教、 イオアンニス7世を捕らえ、ギリシャやアルメニアの聖教徒を城外に追放したが、シリア聖教会の神徒たちは、止まることを許された。タラントコーボエモンをはじめとする十字軍諸公の、指導者たち十字軍は1 9 7年10月20日、アンティオキア城外のオロンテス川下畔に姿を、現した。当時、十字軍の指導者とみなされていた人物には、ゴドフロワド・ブイオン、 タラントコ・ボエモン、トゥールーズ・ハク・レーモンらがいたが、この3人は、アンティオキアを、どう攻撃すべきかで見解の相違があった。レーモンは、アンティオキアの城壁を直接攻撃することを、主張したが、ボエモンとゴドフロアはじっくりと後為戦に取り掛かることを、主張した。レーモンはしぶしぶ同意し、翌10月21日に後為戦を開始したが、十字軍の兵力では、 アンティオキアの城壁を完全に包囲することはできなかった。東ローマ帝国が築いた城壁は直接攻撃に頼る堅固なものであったが、木内のヤギシアーンの側には直接攻撃された場合に必要な兵力は揃っていなかった。このため、十字軍が直接攻撃でなく、後為戦にかかったのを見て、ヤギシアンは胸をなで下ろした。ボエモンは、死の北東角の 聖パウロ門に宿営を張り、レ門はさらに西の犬門の前に、ゴドフロアは、やはり西の公爵門の前に陣を張った。南の二人姉妹の塔、北西閣の聖ゲオルギオス門には十字軍の包位が及ばず、後位線の真中、これらの門は城内への補給に使用され続けた。東の山頂の城塞と、鉄門は一万一の倍の牢城の場所であった。 アンティオキアの包囲、15世紀前半の写本差し絵11月半ばには、ボエモンの老いのタンクレードが増援に現れた。また、ジェノバ共和国の戦団が、アンティオキア付近の聖死門港に入港して、多数の食料や補充品を運び込んだ。後為戦は、思いのほか長引き、12月には、ゴドフロアが病に倒れ、十分だったはずの食料も近づく冬を前にそこを、着き始めた。 12月末、ボエモンとフランドルクロベールは2万人ほどの兵を引き抜き両職挑発のために南に向かった。包囲する兵力が少なくなったことを見抜いた、ヤギシアーンは12月29日にセーゲオルギオスモンから出撃し、川向こうのタレンキ村にあったレーモンの宿営に突撃を仕掛けた。 レーモンはこれを撃退することはできたものの城内に突入することはできなかった。その間、ボエモンとロベールの軍はアンティオキア救援にやってきたダマスカスのシリアセルジューク長のオーデカークの軍と衝突していた。十字軍側はこの戦いには勝ったが、食料を十分略奪、挑発できないままアンティオキアに引き返さざるを得なかった。12月は、 双方にとって不吉な出来事が起こったまま過ぎていった。12月30日には地震があり、それから数週間は寒冷な気候と季節外れの豪雨に襲われた。十字軍は地震におののき、ドゥカークも地震や悪天候のため十字軍とはそれ以上戦わずしてダマスカスへ帰っていった。食糧不足のためアンティオキアを包囲する十字軍の宿営内では、 飢餓が発生し人間も馬もバタバタと死んでいった。全軍で七人のうち一人は、上で死に、軍馬は七百頭しか残らなかった。民衆十字軍の生き残りであり、忍者ピエールに率いられて陣営にいた特に貧しい、兵士たちのうちから、死んだ敵兵の死体を食べる人に苦食に走る者が、現れた。騎士らのうちにはあえて上を耐えようとする者もあった。しかし多くは、 馬の死体などを食べた。シリアのキリスト教徒や追放されてキプロス島にいた正教会のエルサレム総主教師モンラは十字軍へ食料を送ろうとしたが、これも飢餓を和らげることはできなかった。翌1098年1月には騎士や兵士の中から脱走者が出始めた。その中にはインジ者ピエールもおり、すぐさま発見されてタンクレードによって 宿営に連れ戻された。十字軍に参加した兵や民衆から崇拝されていた。彼の権威は、ここに来て地に落ちた。ギオーム・ド・ティールの年代記、イストリアの15世紀の写本の差し絵2月に入ると、東ローマ帝国の将軍で、皇帝アレクシオス一世、コムネノスの特使として十字軍について、助言やアナトリア半島の道案内などを行ってきた、タティキオスが、 突然十字軍の宿営を離れた。アレクシオス一世の娘アンナコムネナの書いた歴史書によれば十字軍はタティキオスの助言を聞くのを拒み続け、ボエモンはタティキオスに他の十字軍諸公らの間にはタティキオスが秘密裏にセルジューク側を助けているという説があり殺す計画もあると打ち明けたという。一方でボエモンはタティキオスは裏切ったか 臆病になって敵前逃亡したのだと主張し、アンティオキアを東ローマ帝国に返還するという義務はもはや守らなくて良くなったと公言した。ボエモンはまた、アンティオキア陥落後にアンティオキアを自分の領地とする許しがおりないならば、自分も陣営を離れると言い始めた。タティキオスに対して暗殺の陰謀があるなどと打ち明けて陣営を離れることを勧めたのは、おそらく、 アンティオキア領有を主張するための策略であった。ゴドフロアとレーモンは、ボエモンの脅しを相手にしなかったが、下級騎士や兵士らの間ではボエモンを支持する声が広がった。この間、ヤギシアーンは、近隣のムスリム政権へ救援を求め続けており、アレッポからリドワーン率いる軍勢が到着した。しかし2月9日に、アンティオキア近郊のハリムで、 ルカーク同様に十字軍に敗れ、アンティオキアを助けないまま退却していった。アンティオキア行為戦で戦うノルマンディー公、ロベール・アンティオキアの戦い、13世紀の写本サシへ3月、イングランド王位を主張していたエドガー・アシリング率いるイギリス戦団が、エドガーの亡命先であるコンスタンティノープルから、聖誌門校へと到着した。彼らは、工場兵器構築用の木材など、 補給物資を多数運び込んだが、3月6日に、レーモンとボエモンの軍勢が、補給物資と共に、海岸から、アンティオキア城下に戻る途中、ヤギシアーンの守備隊の別動隊に襲われて、そのほとんどを失った。ゴドフロアの援軍の到着で、別動隊は撃退され、残った、補給物資は確保された。エドガーは、皇帝アレクシオス一世コムネノスから、戦断や、 資材などの提供を受けていたが、十字軍はこれを東ローマ帝国による直接の援助とは考えなかった。十字軍は資材を使い工場等を組み立て始めたほか、ラマオメリーと名付けた砦も築いた。この砦でアンティオキア氏の橋門を塞ぐことにより、ヤギシアアンの軍勢が城外へ出て、聖モ門港やアレクサンドレッタ港から十字軍への 補給路を襲うことを防ごうとしたもので、レーモンがこの砦に兵を置いた。また、城内への補給物資の搬入口となっている、セイゲオルギオスモンに対しては、すぐそばの放棄された、修道院を修復して、砦とし、タンクレードが兵を置いた。年代期ではこの修道院跡は、タンクレードの砦と呼ばれている。こうして、ようやく十字軍は、アンティオキアの封鎖にある。 程度成功する。春が近づくにつれ十字軍の食料事情も好転した。4月、エジプトのファーティマーサからの死者が十字軍の陣営に到着した。彼らは十字軍との和平を締結し、共通の敵であるセルジューク長に対する攻撃を行うことを求めていた。アラビア語に堪能なインジャピエールが交渉に当たった。しかしながら、交渉は成り立たなかった。 ファーティマ朝は、十字軍は、東ローマ帝国の傭兵のようなものと考えており、もし、ファーティマ朝の領土であるパレスチナに攻め込まないと、合意すれば、十字軍がシリアを領有することを認める、準備があった。しかし十字軍は、エルサレム領有につながらないどのような案も、受け入れようとはしなかった。決定的な合意には達しなかったものの、ファーティマ朝の使者は、良い待遇を受け、 3月に十字軍が、ヤギシアーンの軍から奪った品物などを土産として持たせた。アンティオキアの陥落と虐殺。中世の写本サシ絵、アンティオキアの虐殺。ギュスターブ・ドレの版画包囲戦はなおも続いた。1 9 9 8年5月末、北メソポタミアのモースルの領主だったケルボガは、ヤギシアーンの救援に応じ、大軍を率いて、アンティオキアに向かった。これは、 それまでの、どの援軍よりもずっと大きな規模であった。ケルボガは、ディアールバクルのアルトゥク家の軍勢やペルシャの軍勢も、率いており、途中で、ダマスカスのドゥカークやアレッポのリドワーンの軍とも、合流した。しかしケルボガ率いる軍はなかなかアンティオキアに、つかなかった。彼は途中で十字軍に占領されたエレッサに向かい、3週間ほど、 甲状腺をしたものの落とすことができなかった。ケルボガのこうした寄り道により迎え撃つ十字軍には時間の余裕が生まれた。ケルボガの大軍は兵力に劣る十字軍にとっては非常に驚異的であった。十字軍はどのような手を使ってでも必ずケルボガの大軍が来る前に アンティオキアを落とさねばならないことを理解していた。ボエモンはアンティオキアの二人姉妹の塔の守備責任者であったアルメニア人衛兵フィルーズと密かに連絡を取ることに成功した。フィルーズはヤギシアンに像を抱いていたため、ボエモンからの賄賂の申し出に応じて門を開けることを約束した。ボエモンは 他の十字軍指導者らに対し、もし戦後アンティオキアを領有することを認めてくれるなら、他の者もフィルーズが開けた門を通って、アンティオキア市内に入って良いと申し出た。レーモンは起こり、1097年にコンスタンティノープルを建つ時に約束した通り、陥落させた町はすべて皇帝アレクシオスに引き渡すべきではないのかと主張した。しかし、ゴドフロはタンクレード、 ロベールら他の諸侯は、ケルボが軍接近という不利な状況にあることから、ボエモンの要求を飲んだ。6月2日、長引く、包囲戦に耐えかねた、ブロア博エティエヌラが、ついに陣営を出て十字軍を離脱し、タルスス方面に戻ってしまった。しかしこの同じ日、ボエモンらによる、市内潜入が始まろうとしていた。フィルーズはボエモンに、 近くまで迫っているケルボガに面会するふりをして、行軍に出て、アンティオキア城内の守備隊を油断させ、そのまま夜に、アンティオキアに戻ってきて城壁にはしごをかけて登るよう、指示した。同日夜、潜入は成功した。フィルーズは、城門を開け放ち、たちまち十字軍が市内になだれ込み虐殺が始まった。市内にいたキリスト教徒もこうして、 他の縄文を分け放ち、そのままトゥルク人種美隊に対する虐殺に加わった。しかし十字軍は、ムスリムの市民だけでなく、キリスト教徒の市民に対しても虐殺を行った。犠牲者の中には、フィルーズの兄弟も含まれていた。ヤギシアーンは、混乱に陥ったアンティオキアを脱出したが、市外で、シリア人キリスト教徒に捕まり、断種され、その首は、 ボエモンのもとに届けられた。十字軍の頃のアンティオキア氏の城壁。険しいシルピウス山の頂上にまで続いており、頂上には、城塞がある6月3日が終わる頃には、十字軍は、市内のほとんどを制圧していた。しかし、山頂にある城塞だけはまだ落とすことができなかった。城塞には、ヤギシアーンの息子シャムスア、イコールダウが立てこもり、抵抗を続けていた。 強皇施設アデマールは、イオアンニス7世を解放して再び、アンティオキア総主教とした。アデマールは、ボエモンが、アンティオキア領有を主張する状況の中、少しでも、正教会や、東ローマ帝国との関係を良好に保とうとした。しかし、旧知は、食糧不足であり、ケルボガ軍も近くに迫っていた。ケルボガは、アンティオキア陥落の2日後である6月5日になって、 ようやくアンティオキアに到着した。彼は6月7日、城内への突入を試みるが難フ不落の城壁に跳ね返された。ケルボガは先方を後為線に切り替え、6月9日までに十字軍が立てこもるアンティオキア氏に対する包囲を完成させた。こうして十字軍は逆に後為線を仕掛けられる側になってしまった。木内の十字軍のうち多数が、 ケルボガ軍が到着するまでに、アンティオキアを脱走し、パルススにいた、ブロワクエティエンヌラに合流した。エティエンヌラは、アンティオキアに引き返し、ケルボガ軍が死を包囲して、近くに陣営を張っているのを見て、猛城内の十字軍に望みはないと考えた。他の脱走兵らもこれを確認した。コンスタンティノープルに戻る途中、ブロワクエティエンヌ他十字軍脱走者は、 十字軍支援のために、首都を出てきた皇帝アレクシオス一世、コムネノスの軍に出会い、皇帝に面会した。事情を知らない皇帝は十字軍の現況を尋ねたが、エティエンヌは、他の十字軍将兵は皆戦死したと説明した。皇帝アレクシオスは、自らの偵察兵からもアナトリア半島に、他のセルジュク軍が迫っていると聞き、戦いを避けるために、 コンスタンティノープルへ引き返した。陥落したアンティオキアとタラントコーボエモンその頃包囲されたアンティオキアでは、6月10日、一行の中にいたペトルス・バルトロメオという貧しい修道士が諸行らの前に進み出た。彼は、聖アンデレを原始し、この市内に聖、槍があるという言葉を受け取った、と主張した。ウエる十字軍の一行の中には聖人を原始したり、 幻覚を見たりする者も,も多く、バランスのステファヌスという修道士は、イエス・キリストと、聖母マリアを原始したと報告した。6月14日には、流星が敵陣の方に落ちるのが見え、吉兆と解釈された。聖槍の発見教皇施設、アデマールは、聖槍や原始などには、懐疑的で、特に聖槍を、コンスタンティノープルで見たばかりだったので、アンティオキアで見つかるなど、 少子千万と考えた。しかしレーモンは、ペトルス・バルトロメオの言葉を信じた。レーモンをはじめ、年代記作者レーモン・ダジール、オランジェ司教義王村は6月15日から市内の聖ペテロ聖堂の地下を掘り始めた。何も見つからず取ろうかと思われたその時、ペトルス・バルトロメオは自ら穴の中に入り、そこに降り立つと、土の中から槍の先を取り出してみせた。 レーモンはこれを聖槍だと信じ、この事態で聖遺物が発見されたのは、降伏するよりも包囲を生き延びて、最後の戦いに備えよという神の印に違いないと考えた。ペトルス・バルトロメオはさらに別の原子を見たと報告した。それは、聖アンドレが十字軍に5日間の断食を行う、ことを指示し、そうすれば十字軍は大勝利を収めるだろう、という内容だった。 ボエモンも聖やり発見には懐疑的だったが、その発見の知らせが十字軍将兵の士気を高めたことは疑いようがなかった。ケルボガの宿泳に放ったスパイからは、陣営内では言い争いが絶えないという報告もあった。リドアーンやドカークといったシリアの領主たちには、もうするから来たケルボガが戦いに勝った後でシリアでの権利をより一層主張してくるのではないかとの、 疑念があった。シリアの領主たちにとってケルボガは、得体の知れない、西洋人侵略者とは違い、より現実的な脅威であった。6月27日、インジャピエールは、ボエモンの使者として、ケルボガの陣営に赴いた。しかし交渉は、成果なく終わり、セルジュク軍との戦いはもはや避けがたいものと、感じられた。ボエモンは十字軍を6つの分隊に分けた。 彼はそのうちの一つを直接指揮し、残る五つは、ユーグ・ド・ベルマンド・アト・フランドル・ハク、ロベールの分隊、ゴドフロワ・ド・ブイオンの分隊、ノルマンディ・コー、ロベールの分隊、タンクレード及び、ベアル・ンシシャク・ガストンの分隊、強皇施設・ルピュイのアデマールの分隊であった。その頃病気に倒れていたレーモンは200人ほどの兵士と共に、市内に残り、 山頂の城塞に対する守備を行うことにした。山頂の城塞は、シャムスア、イコールダウから、ケルボガの派遣した武将はフメドイブンメルワーンへと、引き渡されていた。ボエモン率いる十字軍と、ケルボガ率いる、ムスリム連合軍の、アンティオキア城外での戦い6月28日、月曜日、十字軍の将兵は、聖、槍を掲げるレーモンダジールを戦闘に、 城門から城外へと突撃した。ケルボガにとっては城門を出る兵を個別撃破する機会であったが、部下の将軍たちは攻撃すると後続の兵がまた城内に戻ってしまう。個別に叩くよりも十字軍全軍が出た後に大軍で一気に肩をつけようと主張し、ケルボガもこれに反対することは避けた。しかしケルボガらは十字軍の規模を実際よりも少なく、 考えており、場外に出た十字軍全軍が、思いのほか多かったことに気づく。ケルボガ軍の旧兵や、弓木兵らは十字軍の騎士らに盛んに弓矢を浴びせた。ケルボガは、退却を装って十字軍を不利な地形に、おびき寄せようとした。十字軍の左翼は川に守られていなかったため、ケルボガは、分隊を出して、攻撃を仕掛けたが、ボエモンは、すぐさま七つ目の分隊を組織し、 敵分隊を背後から撃破した。トゥルク連合軍は十字軍に大きな損害を与え、アデマールの軍旗を持っていた兵士など多くが倒れた。ケルボガは、自軍と十字軍の間の草地に火を放ったが十字軍は、これにひるまなかった。言い伝えによれば、十字軍は、聖ゲオルギウス、聖エデミトリオス、聖マウリティウスの三人の聖人が彼らと共に、 牙で進軍する幻を見たという戦いは短時間であった。十字軍がケルボガのいる戦列にたどり着く前に、ダマスカス王、ドカークラは相手が多すぎると次々に逃亡して行き、連合軍は崩壊状態となった。これによりケルボガの軍は人数での優位を失い、ケルボガも撤退を強いられる羽目になった。 こうして、ムスリムの連合軍は十字軍の前に敗北した。十字軍とトルコ人の戦い、14世紀の写本差し絵、ケルボガラの軍勢が去った後、アフメドイブ・メルワーン率いる城塞の軍勢もついに降伏した。ただし、ボエモン個人に対しての降伏で、レーモンらに対しての降伏ではなかった。これは、レーモンらが知らないうちに示し合わせての降伏であった。 かねてからの高原通りボエモンは、アンティオキア氏の領有を主張し、反対するアデマールやレーモンと対立した。ユーグド・ベルマンドワーと、エノー・ハク・ボードワンは、コンスタンティノープルに、アレクシオス一世の援軍を要請するために使いに、出されたが、ボードワンは、アナトリア半島の道中で伏兵にかかり、そのまま行方不明となっている。アレクシオス一世は、援軍要請に対し、 アンティオキアの領有を宣言するための軍勢の派遣に興味を示さなかった。ボエモンはアレクシオス一世は十字軍を見捨てたと主張し、皇帝に対する誓いは全て無効になったと議論した。ボエモンとレーモンはヤギシアーンの宮殿を共有していたものの、市街のほとんどはボエモンの支配下にあり、山頂の城塞にはボエモンの軍旗が旗めいていた。 この船仲に対して、後世の歴史家が共通して述べる仮説には、北フランスのフランク人、南フランスのプロバンス人、南イタリアのノルマン人という十字軍を構成する。諸公は、それぞれ別々の民であるという意識を持っており、それぞれが、自らの地位を高めようと行動したためというものがある。これに対し、諸公それぞれの個人的な野心に原因を期する議論も、ある。 アンティオキアに広がる薬病十字軍の進軍はアンティオキアで止まったままとなった。陥落後のアンティオキアではチフスと見られる薬病が蔓延した。8月1日には対立する諸公のまとめ役だった教皇施設アデマールが病没し、十字軍は指導者不在の状態になりつつあった。9月に入ると諸公はローマ教皇ウルバヌス2世に対して アンティオキアの支配を頼む書簡を送っているが、教皇はこれを断っている。1098年の夏以降、十字軍はアンティオキア近郊の農村地帯を支配下に置いたものの、もはや軍馬の数は少なくなっており、ムスリムの農民たちも食料の提供を拒んだため、飢餓が十字軍内に広がった。弱小騎士や兵士らは次第に落ち着かなくなり、争う諸行を残して、 自分たちだけで、エルサレムへ向かうぞと脅し始めた。11月には巡礼者らが、エルサレム行きを求めて、会議中の諸侯たちを突き上げる事件も起きている。さらに同じく11月から12月にかけて、十字軍が、小都市マールラを、行為戦で陥落させた後、住民を殺戮して、鍋で煮たり串で焼いたりという人肉食を行う、出来事も起こっている。11月、 レーモンは平穏に十字軍を進めるため、また反乱を起こしかねない、飢えた兵士らをなだめるため、ついに、アンティオキア支配を言い張るボエモンに屈してしまった。こうして1099年1月、晴れて、アンティオキア広告初代公爵となったボエモンを後に、レーモンに率いられた十字軍は南への進軍を再開した。十字軍は、ファーティマ町の領内に入り、同年6月、 十字軍は、エルサレム行為戦に取りかかる。聖矢理発見を描いた15世紀の絵画、ペトルス・バルトロメオによる聖矢理発見の経緯や原始は、あまりにも当時の状況にとって都合が良いものだったため、彼は、嘘つきおばわりもされている。十字軍がエルサレムを前にしていた1099年4月、聖書の国らしく、聖書にあるような神明裁判を行おうという声が、上がり、 ペットルス・バルトロメオは、自らが神聖なものに導かれているのを、証明するために、火のをついた板壁に挟まれた隙間を通る試練に挑んだ。しかし彼はひどく、やけど負い、12日間苦悶した後に死亡したという。後世には、ペットルス・バルトロメオは真に原始を見、本物の、性、槍を発見したという話が伝わることになった。アンティオキア後遺戦は、 ヨーロッパに伝わり、あっという間に、武勲氏の題材となり、伝説化が進んだ。まだ戦いの記憶が生々しい12世紀初頭には、早くも、アンティオケの歌のような武勲氏も誕生している。ありがとうございます。